しにチンスコにくるくるおチャンプルー、何が出るかはお楽しみ、メイケンとシエルのおじいちゃんプルー。イエーイ、皆さんこんばんは。こんばんは。メイケンとシエルのおじいちゃんプルーのお時間がやってまいりました。今夜も楽しく、行きたいと思います。はい。さて、今回は3回目ということになりますね。おじいちゃんプル、うん、まあ何がおかしい、いやいやいや、先週を思い出したもんですから、まあ、いろいろおかしくなったんですけど思い出し笑いは、はい、いけませんね、いけませんね、はい。まあ、まずはね、ちょっと真面目なタックさんの、はい、コーナーからね、はい、最新ニュースということで、はい、この番組ではですね、奄美大島にあるあの青少年 の、うん、あの支援センターがですね、本当にその飢えっていうか、その食べられない飢えですね、飢えや家庭崩壊とか、うん、まあ、そういう苦しみの中の子どもたちが、うん、を応援し続けて、うん、もう施設でも、うん、それこそもう警察でもお手上げぐらいの、うん、子どもたち、はい、まあ、そういう子たちを引き受けて引き取って、うん、もう一回こう普通にこう社会生活ができるように支援している、はい、施設やそのスタッフたちがいて、その映画化が決まっておりまして、今着々と準備をされています、うん。で、その中でですね、それは奄美の千田という名前です。奄美の千田という映画名タイトルなんですけど、千田は、沖縄でも一緒ですけど、うん、太陽という意味で、そうですね、奄美の千田、結局はその輝く太陽になるのは子どもたちだという、はい、そういう願いを込めた映画なんですけど、今日はですね、その奄美の千田の脚本の先生、はい、小島秀樹先生、はい、言えましたね。危なかったんですよ。小島先生をね、はい、ちょっとご紹介をしたいと思います。はい。小島先生はね、1956年の生まれですから、67歳、うん、三重県の伊勢市。伊勢市、あらせ。伊勢志摩。なんかありましたね、すごいサミットがね。ね、伊勢海老の伊勢ですね。伊勢海老。伊勢海老なんですね、ここ。神宮があるところですか。ありますね、すごいのがありますよね、うん、世界的なところですけど、まあ、そこの生まれの小島先生、あれなんですよ、世界不思議発見、はい、チャ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 ー、そう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 、あれでですね、うん、構成作家として、はい、構成で携わっておられたということで、あとね、まあ、いろいろやっておられるんですけど、うん、まあ、いくつか、はい、NHKBS プレミアムの洞窟おじさん、うん、ほら知ってますか、洞窟おじさん、僕知らないんですけど、洞窟にいたんですかね、洞窟に住んだおじさん、恥ずかしながら帰ってまいりました、ね、それではない、いや分かりませんね、はあ、洞窟おじさん、はい、それから映画ではね、うん、スクール・オブ・ナーシング、ナーシングですからね、ナーシング学校ですか、スクールだから、スクールな、ナーシングってナースって言うと看護師さんのことですかね、ですよね、うん、そうなんですかね、ね、うん、まあそういうことですよ、でも全く知識がなかったらこう例に挙げなきゃいいじゃないですか、そういや、まあ一応ね、やっぱり映画が一つ何がテレビが一つとか思うからね、うん、分かんなかったから書いたんですよ、はい、それで、うん、まあ、そっちはね、まあ、もちろんそっちも大事なんですけど、はい、今小島先生が最近の話題というと、うん、小津安二郎先生、はい、有名な、超有名な、はいはい、小津安二郎先生の、まあ、本を借りたわけです、はい、でその本を今出版をされている、これはホットなニュースなんです、最近のニュース、だからアマゾンでも1位なんですよ今、はい、この大津先生っていう名前なんです、大津、その本のタイトル、小説の、はい、タイトルが、うん、大津先生、はい、徳間書店で2200円、わ、これ読んでみたいですね、もうそうですか、うん、これ表紙がね、千葉哲也先生なんです
千葉哲也先生、あの漫画家の、漫画家の、漫画家の千葉先生が書いて表紙があって、漫画家と思うと漫画じゃない、ちゃんと、うん、小説なんですね。そうそう、うん、小説として書かれていて、うん、なんかね、あのまあだから小津安二郎先生って生誕120周年ですから。そうなんですよ、そうなんですよ、僕がどうやる必要はないんだけど、あの小津安二郎先生がお亡くなりになったのが1963年の12月12日。おお、そしてよく知ってますよ、はい、で、うん、なんで知ってるかというと、うん、シーゲル小野がご生誕遊ばされたのが翌1964年の1月12日なんです。お、1年遅れ、いや1ヶ月遅れ、いや1ヶ月遅れ、うん、小津先生が見まかられてちょうど1ヶ月後に僕が生まれてるわけです。あ、そこね、そうだから僕が来年の1月12日で60歳を迎えるので、うんうん、プラス60でちょうどだから、あ、ね、そういうことね、ご生誕60と60で足して120ってことですよ。あ、大還暦っていうことですよね。すごいね、でもね、それね、結構な、結構すごくない、それ。いや、結構生まれてちょうどこう、そう、生まれて1ヶ月後にまた生まれてちょうど60、はい、60で、まあ、亡くなった魂が、うんうん、まあ、あの次の命バンクに登録をして、うん、生まれ変わるじゃないですか、うんうん、ちょうどそれに1ヶ月ぐらいかかるそうなんですよ、うんうん、ということはひょっとしたら僕は小津安二郎先生の生まれ変わり、いいね、いいね、今から続々となんかいい作品が生まれるかもしれない、生まれるかもしれないという、そうか、この120年というこのタイミングを待っていたかのように、うん、自分がご生誕遊ばされた、ご生誕遊ばされるという、あ、そうですか。あ、でもね、それは本当にいいかもね、60歳で小津先生が亡くなって翌月生まれてシーゲルちゃんが60歳ってことは、そう、あのちょうどその頃に亡くなられる還暦の頃に、そういうことないですね。そういうことはない、ないと思いますけど、ね、同じようなサイクルで来ると、それちょっと待っていただきたい。そうね、まだやることがあるから、まだやることがあるし、まだやることがあるし、まあ、それはまた都合のいいタイミングを持ってくるんですよ、うん、そうなん、僕はそう、あの桜島の大正大噴火のちょうど50年後に生まれてるので、あ、そういうことね、そう、あと50年は生きるっていう、桜島の生まれ変わり、桜島の生まれ変わりでもあり小津安二郎先生の生まれ変わりでもあるという、そうですか。あ、でもね、やっぱりいいですよね、小島先生なんかがね、やっぱそのクラスが書くとね、千葉先生あたりが表紙を書いてくださるっていうことがね、やっぱすごいじゃないですか、これ。いけてますねというか、憎いですよね。いや、いいんですよ、だから、うん、そのまたね、千葉先生のね、表紙がいいんですよ、表紙が。あのね、あの何ですか、あの映画監督とかあの人たちが座る椅子が、はい、ディレクターチェアですね。ディレクターチェアにね、小津先生が座っている構図をね、千葉先生が書いてるわけですよ。この表紙がなかなか良くてね、やっぱ僕らの年齢はあれ見るとちょっとこの、どっちかっていうと大津先生よりも千葉先生のその漫画にね、うんうん、惹かれてしまうと、つい手に取ってしまうというね、まあ、そういう衝動に駆られますよ。まあそういう購買理由でもいいじゃないですかね、うん、そうそう、うん、もちろんそれはいいんですけど、千葉先生はそもそもね、自分の作品以外は書かないですからね、そんな誰でもの、そのもちろん表紙絵なんて そんなのはあんまりないでしょうけど、うんうん、ないから、千葉先生その表紙絵が欲しいですね、そういうね、そのレアさだけでも手に取る価値ありそうですよね、うん、そうそう、そうなのよ、そのね、小島先生が脚本はもう出来上がって、はい、初稿が終わってるってことなんで、はい、まあ、その大方のね、大方のあらすじはもうできているんだろうと思うんですよ、うん、ね、今のできたっていうのは奄美のティダの、ティダの、あ、ティダの、そう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 、大津先生じゃないですね、それも小説はもうすでに、小説はもうベストセラーですから、はい、ベストセラーすでに売れちゃってるんで、はい、ぜひそのアマゾンでもお近くの書店でも大津先生も買っていただきたいと思いますが、奄美、はい、うん、のティダの方もね、あの小島先生が書かれてますんで、はい、あの中身はもちろん僕らも知りませんし、発表ももちろんできない映画ですからね、うん、ですけど、まあ脚本が小島先生ということでね、それもちょっと楽しみですね。ワクワクしますよね。ね、大変、うん、期待をして、待っておきたいと
思います。まあ いつかねタック安倍さんもそうだし、はい、あの大津先生もちょっと来てほしいですよね。ここでちょっと喋ってほしいですよね、うん、ね、うん、ここでっていう今日はあの和室スタジオで、ね、和室でね、なんか足が痺れるのかなんか知らないけど、そうそう、途中で座り直したりなんかしてね、何回も座り直すわけですよもうあの関節が痛いお年頃なので、やっぱね椅子にした方がいいですね、和室だからね、うん、うん、まあいいんです、それはそれで、はい、はい、ということで、奄美の千田は順調に、進んでおりますから、はい、楽しみにしていただきたいと思います、うん、ですね。それでは今日の1曲目はですね、僕が作詞作曲でしげちゃんがアレンジをしました、はい、この奄美の千田のその物語を歌った歌で、はい、挿入歌じゃないですけどそれを歌ったあの奄美の応援歌でございます、はい、諦めないで聴いてください、どうぞ。
エステサロンと美容室の皆様へお知らせです。在庫を持たずに商品が売れる、予約もバンバン入っちゃう夢のアプリがついに誕生。エステサロン美容室のデジタル化のお手伝いは美容と健康のダダアプリにお任せください。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。こんなアプリを待ってました。エステサロンと美容室の皆様へお知らせです。在庫を持たずに商品が売れる、予約もバンバン入っちゃう夢のアプリがついに誕生。エステサロン美容室のデジタル化のお手伝いは美容と健康のダダアプリにお任せください。名犬としげるのおじいちゃんプル、後半戦に今日も行きたいと思いますが、はい、そうです、初めて、初めてで、鹿児島弁からの切り替えはどうでしたか。切り替えというかね、自然にそのスイッチングができてたような気がします。というのが、あれシーゲル君って田舎九州だよねって聞かれるぐらい、なまってないじゃんとか、そう、なまってない、全然言葉って九州って方言ってあるよねって確認されるぐらいでしょ。そうですか。だからスタートダッシュから全然そこは苦労しませんでした。まあメロディーとして捉えてたっていうところがあったんでしょうね。俺と大口はね、俺はね、あれなんだよ、大学生になって行ったわけですよ、あの機動隊がいる日にね浅間山荘事件で、浅間山荘事件の時に東京に行くわけですよ。何ちゅう日に行ったんでしょうね。それでね、まあいろんなことがあって、学生になるわけですよ、学生になってね、あのまあ その頃ですからね、学生運動でね、学校が大抵閉鎖されてるわけ、あんまりあの授業がない、だから時々しかこう勉強がないんですよ、授業が、でまあたまに授業に行くと、お久しぶりっちゅって、まあ、友達とこう会ってね、でもほぼ授業ないですから、僕の学校は中核の角丸と中核と学生運動があって、その中核の拠点でしたから、東京のど真ん中にある市ヶ谷にある、あの六大学の一つですよね。そうそうそう、市ヶ谷のマッチ箱と言われてたね。市ヶ谷ど真ん中、中央線の中央線、こう山口線の囲まれた中央線のど真ん中にあるんですね、市ヶ谷は。栄一大学、そう、栄一大学、その栄一大学に行くと、もうほぼ毎日あの閉鎖されてないから、もう入れない、でまあ外にこう入れないなとか言いながら、入る気はないんだけどね、しょうがないから、まあ、何人かクラスの連中と、喫茶店行こうとか、六大学見に行こうとか、もう六大学も神宮はすぐ近くなんでね、それ見に行こうとかね、まあそうするわけですよ。それでね、ある日あのみんなでね、クラスのみんなで話をしてたらですね、お前さ、ここみんなこうね、5、6人だったと思いますけど、こう話してて、坂本だけだよなってこう生まれたとこがあの分かるのはっつって言うわけですよ、で、ああそうなんだっつって、でみんな分からないっちゅうわけ、そういう話だった、でも なんとなく分かるって言うから俺だけは、俺だけ有名人なのかと思ったの最初ね、そう言うから、ああ有名人なんだと、みんな俺知ってるんだと、思って、だんだん話をずっとこうみんなの話を聞いてると、そうでもないのよ、でね、それはこう東京出てきて何ヶ月も方言で喋ってるやつっていないよなっていう話をしてた。ああなるほど、みんな、誰のことだろうと思って、でずっとこう話を聞いてると、なんかね、それ俺のことみたいにだんだん分かってきたわけよ、で、え、もしかしてそのいつまでも東京出てきて方言で喋ってるっていうのは俺のことかと聞いたわけ、そしたらみんな、え、お前標準語の喋ってないし、お前ずっと
方言だろっつって言うから、いやいや俺ずっと標準語よっつったね。標準語よ、うん、いやいやもっと綺麗な標準語でね、標準語よって言ったわけよ、うん、ずっと俺標準語喋ってるけどっつったら、うんうん、いやみんな全員が笑い出してね、うんうん、いやお前一人ずっと隠し場面だぞっていうわけ、うんうんうん、相当ショックだったの、その言われた瞬間に。ああ。ずっと標準語で喋ってると思ってたの、うん、なるほど。だ誰も注意もしないし何も言わないわけでしょ別に、うんうんうん、方言だったの、うんうん、だから俺は標準語で喋っていると思ってたのに、うんうん、何ヶ月もってそっから計算したらね、うん、6ヶ月半年だったの。半年、半年間全く気づかずに、うん、鹿児島弁で喋ってたの。ああ。東京で、うん、で注意されて言われて初めて、うん、お前一人が生まれ故郷の言葉を鹿児島弁を喋っていて、みんなこの田舎者が出てきてるのに、うん、みんな標準語だっちゅう話の時に気づいたっちゅう話、うん、あそれでねもう顔がね赤くなるような思いにしたのよ、本当、うん、に標準語で喋ってると思ってたから、はいはい、で帰ってでまたあの同郷の鹿児島の人たちがいっぱいいるところへアパート住んでたから、うんうん、で言ったわけよみんなに、はい、だってそこ行けばみんな鹿児島の人間だからみんな鹿児島弁なのよね、うんうん、その鹿児島弁のリズムの中で普段東京で生活したまんま学校行くでしょ、うんうんうん、だからその俺だけはその鹿児島弁のまま行ってたわけね、気づかなかった、うん、でこう行って帰って今日こう言われたとみんなに、うん、俺が一人鹿児島弁だと、そうじゃないよな、うん、俺標準語だよねって言ったのよ、うん、いやお前ずっと俺たちと飲み行ってもあの食堂行ってもお前一人が鹿児島弁だって言われた、あ鹿児島の人間にも、これすごくないですか、なんでそう分からないのよ自分は、うん、標準語のつもりだったの、ね、名犬さん本人以外はみんな知ってた、知ってた、ね、知ってた、うん、だからそれ比べるのはさ、シーベルちゃんなんかさ、うん、もうちゃんと意識してスイッチがもうパッと切り替わってたわけでしょ、今日東京の人と喋るときは東京、そうそう、まあバイリンガルとまで言わないけども、うん、まあメロディー、イントネーション、アクセント、うん、メロディーで多分感覚的に捕まえてたんですよね、うん、音楽だからね、ミュージシャンだからね、まあまあ堂々東京、うん、でその抑揚がない東京っていうのが標準語だとしたら、うん、鹿児島弁は東京じゃないですか、そうね、どれとか、うん、どうね、まあ、かっちりでじゃないけどね、うんうん、ちょっと上がってるという、うん、メロディー、うん、高さ自体がね、うん、あとはだから強さですよね、どこを強く言うかっていう、うん、で鹿児島弁瞬時にもうだから判断できていて、うん、東京行って東京の人と話をするときはもうピッとその標準語に変わり、そう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 、鹿児島の人もいたの、その東京の生活の最初、東京の時はいない、うん、東京はいない、僕以外は、そこが少し違ったかもね、そうそう、環境が、もう家中か、そうそうそう、すぐ帰ると鹿児島弁だから、うん、みんな、うん、で出かけて市街に行くとみんな標準語なっていう、それが、うんうん、そのまあスイッチがオンオフができなかったわけね、俺は、うんうんうん、しげちゃんはまあじゃあ東京っていうとこ来てて。ずっと標準語モードだからうまくいったんだね、そうですね、はい、お送りしましょう、シーゲル小野で猫になりたい、どうぞ、昔の家の黒光りした縁側で日向ぼっこする、猫になりたい、争う人を恨み
悩むことなどせず、ただここにいたい。人はきっと猫よりも賢いはずだよね。あんまりそう見えないのは僕の気のせいかな。猫になりたい、そして叶うのなら君も可愛い眉間になって。